ちょっとあまりにも水色すぎんかライト消す、ちょっと <laughs> あまりにも水色すぎるやろ俺、俺これウェブカムつけたら海配信になるんじゃないああ、くそみたいな、くそみたいなごめんな、本室で水にいるんで今、ごめんなさいね。くそだけでいけないどこを落としてない誰もいないか <noise> これゴミ音質。これあのウェブカメのマイ,マイク。エフェクトじゃないよ。ウェブカメのマイクだよ。ゴミでしょ。うちのウェブカメのマイク。やばくないクソみたいな音質やろ。色変えるの結構なアナログなの好きあ。あの、アナログで変えれるのもあるし、アナログでは変えられへんのやつもある。ここにさ、見える。このなんかゲーミングライトみたいなのが2つあって、で、この下の。 これゲーミングライトみたいなのがあって、で、ここに、ここにもなんかゲーミングライトみたいなのある。こうやって色変えれる。これが二つあって、で、これも二つある。で、このやつと、このやつがあんねんけど、これが一番アナログ。これ。これがスーパーアナログ。 こうつけるでしょ照明つけるでしょで、この上に、これをかぶせるだけ。<laughs> どうでしょうこのアナログ、このアナログゲーミングライトどう俺オリジナルなの。<laughs> 文化祭かなふざけんな。これは気分乗らないでしょ乗る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 。めっちゃ乗るぞ めちゃめちゃ乗るぞ、これ。天才でしょで、ち、しかも、これなんと、選び放題です。<laughs> 基本セット全部あります。<laughs> 基本セット全部あるんで <laughs>、あの、好きに色合いを変えることが可能です。だから、あ、今日は赤がいいなーってなった時もう簡単です。パー。で、この赤色、パー。ほーら <laughs> ほーら、赤色だよご覧なさいこの部屋があっという間にゲーミング部屋になりましためちゃくちゃいいやろで、なんか赤色ちょっと微妙だな。今日は、そうだな。緑色にしよっかな。ほら。ほら、ご覧なさい。緑のゲーミング部屋に。これが結寸のゲーミング部屋み。みんなも真似していいよ。ほら、もうご覧の通り。これもア,アマゾンで売ってるから。 いや、あのね、ここだけの話なんやけど、ね、みんなゲー、ゲーミングライトつけて、あの、部屋憧れるでしょあのね、ゲーミングライトってね、1個や2個じゃね、あの、部屋全体がその色にならん。マジでならん。俺がさっき紹介したやつあるやん。これ。これ、あの、2個入りなのよ。2個入って、2万もすんの。わかる ?2 万もするけど、これ2つだけじゃ、部屋中がこの色になることはないで。え、部屋中をこの水色にしたいんだったら、 俺のこの2畳の防音室でマジで8個ぐらい置かないとダメ。だからゲーミングライトで部屋全体明るくするのはもうほんと妄想の域。ほとんど無理。だからこれとこれで今ニコニコあって4つあるんやけど、それでも部屋全体は無理。うん、無理。マジで無理。マジで無理だからこれ。この照明用カメラ。見て。ライトめっちゃ強いやろ。<laughs> この照明用カメラにこうやって色当てるのが一番早い。 マジで一番早いもう部屋全体がこの色になるそうこれは照明あの俺の顔に光当てるため誤光が差してる今俺なんか何にもゲーミングライトとかやってないよ本当に誤光が差してるかも何にも使ってないよ何もフィルター使ってない もしかしたら出てたかも。明日いいことありそう。<laughs> オーラーが違うでしょ。これが奇跡なの。うん、これが奇跡。俺何でも奇跡を起こせるよ。顔でっかくなったろうか。えいばあ空気抜ける